完封負け。中日打線やっぱり変わっていなかった。先週せっかく打線蘇ったのにまた完封負けやんけ。涌井も分かったろ、いい加減に打たなきゃダメだって。アキーノと福永は守備やべえな。細川ライトにしてビシエド戻した方がマシなんとちゃうの。アキーノ使うくらいならブラケン使え。マジで周平をサード以外では使わないとは何だったのか。アキーノって3試合に1回ぐらいは守備で失点に絡むな。こんなん投手はたまらんやろ。屋外特にライターでアキーノ起用は危険なのが今日の収穫やな。キーキの自動アウトたちを代打にして相手助けてるのアホやろ。そらヒンダになるわ。ビシエドもファームで 3-0 だし、もう終わりだよ外国人。巨人から打てただけという事実。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。